どうもこんにちは、アケイです。今日、サブ一発目の質問が、似合わず諦めたものの憧れがある系統やスタイルはありますかあー、まあ、これね、前のサブでも喋ったかもしれないけど、だいぶ前かな。まあ、僕、肩幅があるんですよ。結構ね。ね画像で見ると、画像、映像で見るとちょっとあれかもしれないけど、結構肩があって、 で、それはなんかこう、太ってる、痩せてるとか関係なく、もう骨格なんですよね。骨がもうここにあるっていう。そう、だから僕、学生時代に、まあ、エディ・スリマンのさ、サン・ローラン、まあ、一時期すごいハマってた、あの、で、まあ、クリスマスシュのディオ・ロームとか、まあ、この話は何度もしてるじゃないですか。そう、で、まあ、やっぱエディが好きな人たちがやる、あの、キャシャなさ、テイラードを着たスタイル。まあ、好きにダメージとか、 チェーンデニムとかさ、まあいうの合わせて、まあバイカーまで行ってる人とかもいたけど、バイカーデニムとかさ、ああいうの合わせてヒールブーツでみたいな、本当に、もうマッチ棒みたいなスタイル。あれね、憧れたんですよ。まああの時代服好きというか、割とモードな、まあ、それラグジュアリーとか好きだった人たちってもう絶対通ってると思うんだけど、もう本当にみんな細いパンツ履いて、そんな感じだった。あのね。で、まあクリスマスとかもそうだったんだけど、やっぱエディの、そのサンローランというのはより極端で、 まああれはね、できる人たちっていいなって、本当思ってた。もちろんサンローラの店員さんとかもそうだし、まあなんか他にこういろいろこうメディアとか出てるさ、ような人たちとかも、みんな本当華キャシャで、もう肩がなくて、あれはね、いくら僕も、僕も結構痩せてた方だったんだけど、足とかも、サッカーやってたのに、まあそこそこ細かったんだけど、いや、それでもやっぱ肩があると、もうイメージが違くって、 まああれはね、うん、まあ、なんかまあ今、その、なんていうかな、憧れがあるかって言われると、またちょっと違うけど、まあ自分の肩の幅がそこまでなかったら、まあやりたかったなというか、やってただろうなっていうのは、まあ思いますね。うん。まあ肩があるとね、逆にこうテイラードハマったりとか、コート着た時にとか、良さもあるから、 別になんかコンプレックスに感じてるわけではないんだけど、まあ、あの学生時代細いが正義みたいな、まあ、それこそスキニー前世紀というかさ、まあ、僕もサンローランだったりとか、まあ、それこそアクネのスキニーとかそういうの入ってたけど、ま、ああいうようなところで、あのスキニーを買いまくってた時代なんかは、足は細いけど、いやなんでこんな肩あるんだろうみたいなのはすごい思ってましたニットとか着てもさ、ちょっとこう、 なんていうんだろう上半身が大きいんだよね。これがね、どうしても嫌で、この全部が細い人、ストンという。僕の場合はこう、一回広がって、細くなっていく。みたいな。まあ、V というかさ、そんな感じだったんだけど、まああの時代にとりあえず、こう、愛なのよ。もう、一本線、シュッっていう。あれがね、かっこよかったんだよね。まあだそれこそサリバンとかさ、うん、まだあの時代だと、例えばドメスティックだとクリスチャンだだとかさ、愛、まあのような、こう、前世紀で生きてた人たちって、ほんとみんな細くって、 あれはね、いいなーっていうのは、結構思ってたねー。スモーキングとかも一番ちっちゃいサイズ買ったとかって、いやいや、どういうことみたいな、そんな感じでしたね。はい。次。えー、次が、おせちの中で何が一番好きですかいいね。もう正月って終わったよね。これ1月6日とかだから、多分終わってますよね。あのー、僕、おせちが、すいませんえっ、ー、と、嫌いです。すいません。あのー、 僕もだし、そうだね。まあ、両親も多分そんなにおせち好きじゃなくって、うーん、なんだろうな。もう、しばらく実家に帰省しても田舎なのに、なんか田舎ってほらおせちちゃんとやるイメージあるじゃないですか、多分皆さん。全く出てこないんですよね。もう僕が、どうだろうもう中学生とか、高校生ぐらいの時から、もうその実家に帰省した時に家族みんなで集まって、 おせちを食べるっていう文化が、えー、見事になくなりました。はい。そしてちなみになんですけど、今回僕帰省したのに、えっ、ー、と、お餅1個も出てきませんでした。はい。なんかあのー、多分、両親の食の好みが変わったのか、なんかわからないんですけど、あの、まあ、いつも通りとんでも、とんでもないんですよ。量は。もう、量はもう本当バグってるんだけど、お餅もね、そういえば俺醤油の乗り付いた餅とか、食べたかったなとか思ったけど出てこなかったし、 ソーセチもね、いや、なんかちょっと苦手なんですよ。あの、匂いなのかなそれぞれ単品でさ、あの、食べれば、まあ、美味しいものもあるじゃないですか、もちろんね。そうなんだけど、あの、箱に入った香りが、ちょっと、あんま得意じゃなくって、ソーセチね、食べないんです。もうしばらく食べてない。ので、おせちね、何が好きって、あの、クリーキントンかなあの、金色の甘いやつとか、 うん、なんかそういう豆とか、なんかそういう,う,いうのがいいかな。まあ、あとエビとか、うんうんそういう、そういうのがいいです。はい、そんな感じです。次。えっと、洋服を作る予定はありますかうーん、ない。うん。あの、T シャツはね、えっ、ー、と、198でさ、クラブっていう、まあ、活動名というかなんか名前にして、S 君と二人で T シャツ作ってるのはね、あの、フーディー作ったりとかあるんですけど、それを今年は、えっ、ー、と、よりコンスタントにやると、去年、 タイミングで言うと、まあ途中から始めたっていうのもあるけど、3回かな ?1 年間で発売したのが。そうなんだけど、えっ、ー、と、今年はまあ毎月とかぐらいのペースで、まあいけたらいいかなと。で、まあしばらく T シャツだけやろうかなと。まあ結構フーディーとかがいいかなと思ってたんですけど、なんかありがたく DM とか、あの、これまた欲しいですって言っていただけるのは、 t シャツが多くって、やっぱり。なので、まあ、しばらく t シャツを、こう、コンスタントに、ちょっとふざけた t シャツとか、まあ、面白いやつとか、まあ、ラジオもやってるんで、まあ、ラジオの、あの、なんだ、ラジオっぽくする意味も込めて、なんか、ラジオの、あの、グッズみたいなので t シャツとか、なんかそういうのとかはやっていこうかな。まあ、僕もそうだし、僕もともとそういうデザインとかのところ出てたりするんで、学校もね。そう、やっぱ好きだし、まあ、エス君もそういうの好きで、やっぱ、そういうのこう、一から作って、 っていうか、本当にあれ僕らがやってるので、なんかそういう行動が好きというか、そうなので、まあそれはやっていこうかなっていうのは思ってるんですけど、まあただその他でなんか、例えば、なんだろう、ブランド立ち上げますみたいなのとかは、まあ今のところ予定はないから、まあ自発的にやることは、多分、正直、どうだろうな、わかんないけど、多分ないとは思う。まあもしかすると、ありがたいことにね、あの、どこかからなんかお声がかかって、こんなのやりましょうよ、とかだったら、 可能性としてはあると思うんですけど、そうありがたいことにね、いろんなブランドさんとか企業さんから、まあそういうあのお誘いとかさ、まあ DM とかメールみたいな連絡でこういただくことって、まあちょこちょこですけど、まああったりするんですけど、まあそういうので面白いのとかあったらなんかやるみたいなのは、それは全然やりたいですけど、僕がなんか一から作りましたみたいなのは、まあ基本やらないんじゃないかなっていうのは、まあ思ってます。まあ自分が異様に服好きなので、 なんか、そこ難しいラインというか、うん、なんか、こんなにすごい好きで、こんなにこだわったこと発信してて、まぁ T シャツぐらいだったらふざけてさ、とか全然いいじゃないですか。僕もそれは思ってる。僕のテンションとしても、ふざけた T シャツとか、なんか自分で欲しかったりするから、それをこう、世に出すっていうのは、なんか納得できるというか、いいんだけど、まあキャットモードのフーディーとかもよく着てるし、いいんだけど、なんかブランドとかってなっちゃうと、ちょっとまた違ってくるかなっていうところはあるので、今のところ別に予定はないです。 うん。そんな感じかな。はい。次。次が、今狙ってるアイテムはありますか今か。うーん。そうだな。まあ、SS 待ちで、まあ、プレのあの、バーバリーの緑のシューズが、国内買い付けがやっぱりなくって、で、ジルサンダーのも、まあ、確か怪しいんですよね。まあ、海外ツアーとかあると思うんで、 まあ、ジルサンダーだったら今までシューズも何足か履いたことあるし、まあ、海外ツアンダーで買ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、ジルサンダーのシューズは、まあ、バーバリーの、ね、のが予算浮いた分、まあ、行きたい。まあ、なんならよ、よ、良ければ、うん、まあ、なんか2足ぐらい買ってもいいかなとかっていうのはちょっと思ってるのね。まあ、シューズせっかくいいシーズンなので、シューズ欲しいなと思ってて。まあ、あとはでも動画で出した通りかな。 あの辺がな、気になってるのは、ただなんか本当に気になってるものに限って国内買い付けないとか、まあなんか結構そういうのがあるので、まあ難しいところなんですけど、まあそんな感じかなうん、意外とだから、うん、なんかラグジュアリーで、これみたいなのって、まあロエベのテイラードとか、まああの辺は気になってるのはあるんだけど、意外と、うん、プラダもニオ SS、それこそ受注会とか行って、 で、まあ、ちょこちょこ見てきたりとか、まあ、ツ記事のテイラードとかで、ね、も、まあ、いいんだけど、今テンション的に欲しいかって言われると、うん、ちょっとハテな、あで、そう、だからなんかちょっとそこ難しいラインなんですけど、まあ、今シューズとか、その辺かなまあ、なんかテイラード欲しいんですよね。ベッドボードの欲しい、堺井のストライプのダブル、えー、まあアンダーン、アンダーソンとかロエベもそうだし、欲しくて。 でうーんとか、そんな感じかなまあ、あと、あの、ドリスのブルゾンとかもね。うん、なんか、黒が、黒国内あったんだっけななんか、そんなこと言ってたような気がしたので、なんか、まあ、あの辺とか、まあ、タイミングであれば、えっ、ー、と、買おうかなというのは、思ってます。はい。まあ、今ちょっと待ちかなまあ、そんな感じかなはい。次。えっと、手持ちのアイテムで、えー、買う、買わないを判断することありますかえっ、ー、と、似たのを持ってるから買わない。あ、まあ、あるね。 特にブルゾンかな。特にブルゾンスラックスは、うん、あの、ブルゾンとか、やっぱ何個も何個欲しくなるのよ。同じのでも。で、現に同じような、まあ、同じではないんだけど、まあ、例えば、ジップで襟ついてて、ブラックでみたいなのとか、もういっぱいあるので、まあ、もちろんそれの状態が良くなくなって、あの、新しいの欲しいとか、まあ、それはあるんだけど、まあ、なんか、基本的にそんなに同じようなのを足すことはいらないかなっていうのは、思って、 ちゃうでやっぱ、ある程度好きなのが固まってくると、同じようなのをほんと買っちゃうスラックスとかも、なんかじゃあ太いのハマったってなったら太いのたくさん買っちゃうし、この前とかもグレーの、ちょっとこう、なんていうの深いグレーのスラックスにちょっとハマった時とかも、2、3本買ってて、そう、それとかも、いやもうグレーいらねえよなとか思ったりとか、割と僕だからそっち系あるので、うん、ありますよ。うん、もう、いやいやしかも今、まあこういうね、活動とかいろいろしてて、 そう、あの、なかなかそんなに自分でこう、しっかりスタイリングして外出るのって、月に、まあ、うん、2回とか、うん、うん、あるかな、まあ3回、2、3回あるかなとかのレベルなので、そうなるとパンツ履けても3本でしょブルーゾーン、まあ今の季節ってしかもコートとかじゃん、まあまあ、暖かい日とかはね、まあニットにブルーゾーンとかでもいける日って、まあ昼間ぐらいだったらあるかもしれないけど、 まあなかなかさ、メインにはならないじゃん、ブルゾンが今って。そうだから、そう考えると、いや、今別にいらねえよな、とか。じゃあ今シューズ欲しいから。まあシューズはほら、いつでもメインになってくれるから、シューズ欲しいな、とか。まあ、そんな感じのは、あの、思います。まあそりゃそうじゃないうん、あの、やっぱり手持ちがある程度、まあ揃ってくるって自分で言うのも変だけど、ある程度好きなもので囲まれてるみたいになってくると、まあやっぱそこはちょっと精査というか、いや、これっていうのは、まあ値段も値段だしね。 この、俺同じようなの持ってるブルーゾーンに30出す。いや、これいらねえだろ。みたいな、そうっていうのはなっていきますね。まあそんな感じかな。はい。じゃあそんなことで以上にします。皆さんありがとうございました。バイバイ。